渡部さんってななんんんででそモテるすか今渡部さんって多分キャラないと思うんですよブランドって一体何でできるかっていうと行動と一貫性でできるんですよ提案なんですけど日経テレ東大学って知ってました高橋さんがリハックっていう新しいメディアを作ったんですよ次リハックに出ましょうそうですねそんな話いいんですよピボットでしして今高さん電話ます本当ですか はい、ああ、高橋さん、お疲れ様ですお疲れ様ですなんか一回リハックでちょっと、えー、アさん出れないです。かね トーキングブルースっていうソロライブの提案なんですけどううどうですかいやまあ正直考えたことなかったです人でライブ考えたことなかった人でライブはやっぱりコンビなんで、はい、コンビとしていつかはやれるのかなっていう思いはあったんですけど一、はい、人でトークライブっていうのは、はい、まあ正直考えたことはなかったです、ね、あ本当ですか、はい、これはまあ当然、まあ、渡部さん知ってる言葉だと思うんですけど立川男子師匠の、はい「 落語とは人間の業の業で言葉があって要は本来芸人ってどううしようもなないい人間じゃないですか、うん、僕とかも本当どうしようもない人間なんですよ。うん、でもそのどうしようもないという自分のダメさとか人よりもどうしようもない部分が面白いでそれを鍛えて芸にしてるから人に受け取ってもらえるわけじゃないですか。渡部さんんののままととめるのがうういかかなんかこう 世の中に対してうまく受け入れられてきた部分とか、うん、そういったものを全部トークでさらけ出して、うん、ツイッター禁止、うんえー、写真禁止、うん、もう全部もう <laughs> もしそれが広がるとしたら口コミだけあ,なるほど、まあそういう閉鎖的にやって<で>、うん、やってそこでもう泣いてもいいしわ、うん、びてもいいし、はい、もしかしたら。 言い訳してもいいし、本音の本音をさらけ出すライブを。僕はやった方がいいと思います。しかも何回も、何度もね。はい、いやー、ーでも、本当に。実は、あの、竹山さんのライブ。はい,は,いは,いはい、はい、はい。素晴らしいですよね。はい。 あれで実は竹山さんと今年交換日記をしたんですよ、でもまさにもう全部かっこつけて全部話したんですよ、日記でそれはやっぱ見てある関係者の方から一番反響ありましたねすっごい良かった、あの日記っていうだからそれちょっと近いですよね、全部包み隠さずなんであんなことが起きたかあの時正直どう思ったか今、どういう生活してるかっていうのに日記のやり取りでやったんですけどちなみに僕、これもう一個聞きたいんです。 渡部さんってな、うん、なんんんででそんなモテるんですか <laughs> いやいやいやそんなもう今更語れませんそんな話はだってでもあれですよあの女性じゃなくて、うん、僕は司会として多分挑発してたのはやっぱひたすら人の話聞くっていう,もうそれだけですよ、うん、表に出てる時に、はいにこれ本当に今回こういう場で厳しく言,っていただ言わせていただいてもいいとおっしゃっていただいたんであえて言いますけど、はい、僕初めてじゃないですか初対面で今すごい完成度の高い方だなと思うんですけど、はいはい やっぱり本当に当時ああいうことが起きた後に、うん、やっぱちょっと渡部さんをかばう言葉が僕の関係者からやっぱ出なかったんですよ。で結構やっぱ調子に乗ってたもんねとかあの人ちょっと性格があんまりよくない印象があるんだよねとか結構いただいてしまってたんですよ本人も聞いちゃってると思うんですけど、うんはい、でも、持ってたわけじゃないですかいや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 そそう,うんでそれってなったのいや、そう。 こういう番組だから多分ちゃんと話したほうがよくてこれじ要はそれが良くも悪くも自分の業だと思うんですよ、うん、モテちゃうモテれるいやでも周りからはなんか人気がないそれ結果的にうまくやってる感になっちゃってるんですけど,、うんどね、一番手前にある渡部さんの拭いても拭いても消せない自分のシミのような、うん、良さとか強さとかは何なんですか でも、ひたすらそれだと思いますよ。も、ま、う、あ、自分、まあ、なんか。まあ、自分のエゴを捨てるって言っちゃうと、あれですけど、あの、あんまり。こう、主張しないとか、そういうことだったような気がしますけどね。出てる時にはですか。あの人と話してる、その。そうですね。まあ、異性だったり、女性と好かれようとする時には。ひたすら聞くはい、はいはい、だけですね。あとは聞き聞くだけだと、やっぱりあれなので。これ司会業もそうなんですけど、うん、ちゃんと熱量を持って話す。 話してくれるボタンを探すってことですよねその2個だけでですすすボタンを探てすか、はい、だから、えー、と何の話をしたいんだろうなっていうのをちょっと敏感に察知する能力は多分すごく僕はたけてたと思いますよね。そこですよねその多分観察力だと思ってて、うん、あこの人の話って、うん、ここじゃんこの人の感情のポイントみたいなそこを聞きながら、うん、その人の感情のスイッチを見つけるのがうまいんでしょうね。 そそれが僕での番組ですそのラジオの帯とかをやってなんか3年間でそこそ1500人とか2000人近く生放送で2時間トークみたいなやってたんでそれで一番自分がどう楽できるかなでにここなったんですて、ね、自分が喋ってる場合じゃないと来た人が来た人が熱量を持って喋ることが番組のゴールもしかしたら女性とのデートだというその女性の持ってるゴールがそこかもしれないですね。それは意識してたのかなと思いますけど、うん 面白いですね、うん、人の感情を動かすスイッチを見つける観察力が高いんでですすねねそうん、多分、うん、僕も近いところがあってこうやって、はい、その渡部さんだったり、うん、猪瀬さんだったり。はい いいろんな方とお話しさせていただく仕事のオファーをいただけるのって多分そこで僕クライアントさんと仕事しててもこの人本当にやりたいのはこれなんだなと建前はこう言ってるけど本当はここだなとか例えばそういうポイントを見つけるのが僕やっぱすごい観察しながらやるっていうことはすごく大事にしててだから本当は渡部さんって対談とか人と話して聞き手になってその聞いた内容を あここが一番大事なポイントなっていうのをさらに押して、どん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 相手のインプット、相手の。加速させて、それを受け止めて、最後綺麗にまとめて返すみたいなのが多分一番得意なはずなんですね。そうですね。もうおっしゃる通り、それは自信ありますね。<ー>はい。うん、それで言うと、こう世の中のメディアって今大きく変わってて、例えば今までは。テレビがあって、はい。 なん YouTube っていうと今いろんな YouTube があると思っていて例えば朝倉未来さんとか朝倉未来さん一番分かりやすいと思うんですけど朝倉未来さんって個人の YouTube で発信されるのとブレイキングダウンがありますよるあれが結構2つ使い分けてらっしゃるのが面白いなと思っててこの実はこの今ピボットも YouTube でありながらチャンネルがあってアプリがあって番組じゃないですか。つまり テレビネット番組個人 YouTube っていう大きくこういう3つくらいの映像コンテンツのジャンルがあるんでネット番組今ピボットこうやって出てますけどそれは僕はありだと思うんですけどいもちろん全然終わりです今もうほとんどネット番組中心の生活いうか活動なのでそうなった時に今渡部さんって。 多分キャラないと思うんですよそのお詫びキャラとかあんまりそこに戦略性とかブランドの一貫性がないと思っててブランドって一体何でできるかっていうと行行動動とと一一貫貫性性でできるんすよブランドってよくかっこいい言葉とかかっこいいデザインでできるってみんな誤解してるんですけどブランドって行動なんですよ結局。例えばアップルって おしゃれなイケてるプロダクトのブランドって思うじゃないですか iPhone とか MacBook とか他のパソコンメーカーより人によると思いますけどかっこよく見えるじゃないですかこれ全部デザインなんか似てるじゃないですか雰囲気がでアップルの CM も全部なんかそれっぽいお店も全部それっぽいつまりブランドって一つの行動とその行動の要素を他のあらゆるタッチポイントあらゆる 局面でででで一貫ししててそれれを再現し続けらるるかでブランドっきんすなんですよ、はい、でそうなった時に、うん、今渡部さんが、うん、まあ前半の部分で言うと、はい、芸人としてもう一回ダサいとこ見せようを、うん、ここまでのトラブルからの立ち直りも全部さらけ出して関係者に伝えていくライブをやろうっていう行動を一個ご提案しまして、ねはい、それだけだと必死なだけの人になっちゃうと思ってて、はい、でもう一個渡部さんがうまいのが、うん、話を聞いて。 分かりやすすくアウトトプットするっていう他者の話を合気道的にインプットしてどこが一番相手が話したいところかをついてそれをどんどんインプットしてインプットをめちゃめちゃ分かりやすくアウトプットするっていうこのフィードバックの技術が高いわけですよねこのうまくやってない必死な部分とインプットからアウトプットがめっちゃうまいっていう。 この2つのののつ部部分を全部のネット番組の出目でちゃんとやっていかなななきゃいいけないなと思うんですど。うん、今、うん、出したら、うん、で出してもらえるんだったら何でもありがたいみたいなところで多分出てると思うんですけど、うんはい、今回ピボットもこうやって聞く側に回っていただいてますけど、うん、そういうキャラクターを徐々に出していくっていうことは多分意識した方がいいかもしれないですね。 よそめちゃくちゃそれそうですねでもあのーまあ、どう出していくかだと思うんですけどまあ全然やりたいことだしできる強みでもあるなと思ってるんでうん、うん、もう一個なんか、はい、なんだろうなでも今のグルメとかワインとかの話がまたうまくやってる感じがすんだよな、はい、<laughs> でもなんかそう,うんそうなんですよねなんかまあまあなんか何を強みはなんだろうって考えた時やっぱそっちになっちゃうんですよね。う でもまあその1回燃えて戻るために今必須を出してます、特、うん、分は何ですかってあ僕、ミシュラン行ってる店結構行ってるんですよねなのでこれも、あのちょっとい要はブログ再開しないんですかとかコミュニティどうするんですかって、うん、グルメに関してもいろいろ投載ていただくんですけど、うんうん、それまさに今おっしゃったみたいに何かをこう発信して。 いや、大々的にやりますよはまあ確かに早いなと思ってるんで、まあかなりやるとしも閉鎖的にやろうかなとは思ってますね。まあ本当に見に来たい人だけが見れるような仕掛けにしようかなとは思ってます。うんうんうん、だからそのグルメとか、うん、そっちの話やっぱしにくいと思うんで、うん、やっぱり今 YouTube 見てる人たちが、はい、まあピボットが今すごい人気なのも、うん、まあ経済だったりとか、はい、ちょっとこう難しい話を。うん ちょっとわかりやすく切り取るみたいなことは結構求められてる気がするんですよね池上彰のポジションっていうか、うん、なんかそれは行けそうな気しません,うん、うん、まあちょっと勉強いる,いるでしょうけどもまあそうですねチャレンジをしたいですよねそういうのはねはい古典ラジオとか聞いたことあります、うん、いやないですねなんか、はい、世界史についてめちゃめちゃわかりやすくまとめてくれて面白おかしくうん、うん、あの例えば吉田松陰さんって、うん すごい偉人だって言われてるけど、うん、黒船見つけて一人でボートこいで突っ込んでった、うん、ある種やべえやつだったんですよハッハッハみたいな豆知識、うん、その得意じゃないですかたぶんゆる言語学ラジオっていう日本語の語言語について説明するみたいなこれも結構人気が出てきていて。 なんかまあピボットもまさにそういう文脈あると思うんですけどある種、学び直しというか今、既存の世の中のことをもっと分かりやすく学ぶことで賢くなりたいとかそれってテレビの30分とかだとちょっと短いんで長尺でしかも仕事しながらだらだら見れるものみたいなのが結構求められてて多分それがが人気が出てると思うんですよねそういう意味でいうとニューズピックス、ピボット、アベマ いろんなネット番組のネットメディアの解説役をたくさんやっていくっていう売り込み方は、ねうん、なるほどどうですすかめちゃくちゃゃくいいいと思いますね,、まあ、そのね具体的にどういうところでどう戦略的にやるかですけど、うん、あのでもあの方向性としてはすごく僕はいいいかなと思いますけど、ねうん、で僕これの何がいいかって、うん、ニュースとか政治とかあるじゃないですか、うんはい、世界史でもありますけど。うん 解説をするときに得てして偉人ってやっぱ失敗してるしニュースに出てる人も失敗するんで失敗した人の気持ちを語れる解説役っていうのはいいと思うんですよ。確かにそそれはは僕でできうすね世の中のコンテンツって基本的にはインフォメーションとエモーションでできてるんですよ。ラジオとかがすごくくうまくいってるのは インンンフォメーーシショョとエモーションが両方あるからなで世の中のほとんどのコンテンツって大体どっちかだけやったりするんですよ。例えばめっちゃ泣ける映画はエモーションだしニュースの報道番組例えば池上彰さんとかも素晴らしくて分かりやすくいいんですけど、うん、やっぱりインフォメーションじゃないですか、はい、古典ラジオとかが今うまくいってるのはインフォメーションの中にちょっと吉田松陰も必死だったんだとかなんかちょっと,ょっと、はいまあ、人間味というか共感できる部分があって。<laughs> <ー>学びと、うん 共感の両方があるんですよねエモーションについてまで語れる解説役になるっていう方向は1個あるのかなと思って,いうっ聞いて,て思いますけ、ねまあ、確かにいやあんまりイメージできないですもん誰が誰みたいな感じっていうのはないですもんねこのポジションで、うん、今このタイミングで何かを解説して、ま、く、はい、るのは、うん、ま,あまだまだリスキーな部分あると思うんですけど、うんはい、僕は失敗経験があるからこそエモーションも語れる解説役になっていくと。 今のネット番組にももっと言うと地上波にもいない人になれるんじゃないかなるほどね。ちなみに番組で言うとしくじり先生がこれに近いんですよあれは自分の人生とインフォメーションに自分のエモーションを話す。て僕このインフォメーションとエモーションのファシリテーション解説をずっとやっていくことがちゃんとキャラと技術としてまだこれ世の中にない技術なんで。 世の中でそのポッドキャストとかでしかまだ、うん、あんまり出てない技術なんで、うん、これを渡部さんが自分のものとして、うん、この後、うん、ニュースピックス、うん、ピボットいろんなところでやっていけばあ、うん、ーベマももちろんですね、うん、割とそのうち声かかることあると思いますけどね、うん、なるほど、うん、いやでもそうだなでもそのインフォメーションとエモーションの話は僕の中で全然 考えたこともなかったことなのですごくななるほどと思いましたねんで今日後半としては前半僕がお願いしたかったのはお願いっていうかご提案したかったのは「トーキングブルース」「トーキングライブ」やってそこからはネット番組を中心にやっていきましょうネット番組の解説役ただそこですごく重要なのは一度は。 失礼ししまた届いてねえじゃねえか、俺の話もう一度おっしゃってください、面白いですね、それがやっぱり、失敗に寄り添える人として、そこのポジションを取るっていう、これがいいんじゃないですかね、僕にできることですね、でもね、やっぱり、どうでいや、めちゃくちゃありがたいですし、そうですね。 そのなこの僕の失敗を生かした何かが絶対ニーズはあるなって漠然と思ってたんですけど、確かにこれなんかを解説しながらそういう失敗とかミスとか人間の欲とかに寄り添えるのにはちょっと説得力があるなとは思いましたね。で今、はい。ここはちょっと僕の提案なんです。提案、はいはいはい。今ニュース番組あネット番組阿部マ出てますね。はい。これバラエティ的に出てますね。はい。で今回ピボット、はい。ピボットでは。 ちょ相談する弱い困った人として出てますよね、はいはい、で多分ニュースピックスとかはちょっと硬いんですぐ出れるか分かんないんですよ、はい、で一方個人 YouTube とかは絶対出ない方がいい、うん、まあお世話になった方のコラボとかは全然いいと思うんですけど今、うん、提案なんですけど、うん 日経テレ東大学って知ってましたあの方は実は仕事していて僕一緒にしてたのでんとなく認識はしてるけどちゃんと見たことないですね日経テレ東大学は高橋さんが辞められて今リハックっていう新しいメディアを作ったんですよで多分ピボットとかと客を奪い合うのかバトルするのか出るんですよリハックさんねでリハックは高橋さん自身が一回こういう形で バトルがあって人生のトラブルがあっても一旦立ち上がってるじゃないですか。うんはい、なるほど。あいみ構造的にしちゃうんですよ。しかも僕は昔から関係性があるっていう。はい。次リハックに出ましょう。そうですね。そんな話いいんですよ。ピボットでして。ってお今高橋さん電話します本当ですか。じゃあリハックさんはいはい。ちょっします。お願いしますえそんなえ？スピーカ,ースピーカーでねこれこれ。これ ますかね。まあ、午前中っすからね。だって。はい。あ、高橋さん、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。今、一瞬で大丈夫ですか。あの、ちょっと、僕の知ってる人をリハックで、ちょっと、取り扱っていただけないかなと思って。あれ、明石学徒さん。明石学徒は友達で押し込みたいけど、また別の話では、動画対戦もうすぐ出るけどね。っていう話、いいんだけど。えっと、今、今日来てます。ちょっと。<お>どうぞ。はい あ、高橋さんご無沙汰します。あのアンジャッシュの渡部です。<laughs> <laughs> すみません、急に。<laughs> <の>ご無沙汰します。はい、あのー、この、あの、そうですね。辞められたということで、あのー、はい、今皆さんにお願いしてですね。電話していただきました。すみません、あの、その説は本当お世話になり。ますとんでもございません。こちらこそです。あの、まあ、今回、あの、まあ。 表に一瞬出れなくなった渡部さんと、えー、日経とテレ東を追われた高橋さんという意味ではすごい構造が似てると思うんですよ。ちょっと待って似てるか似てるかもね。<笑><笑>ちょっとね無理やり無理やり構造をね似てるってしちゃうのが僕の悪いところなんですけど。はい、で、あのー、今渡部さんといろいろ話しててご本人もすごいこう反省した中で、うん、その僕が今ご提案したことが二つあって、一個は関係者向けの。 もうガチなソロトークライブみたいなことをしっかりやっていって徐々に徐々にゲイで食ってる人間として自分の生き様を見せろっていうご提案しましたでもう一個はあのネット番組の中でちゃんとニュースが解説できる人ってあんまいないよねとでなおかつ渡部さんの場合って自分の炎上とか失敗をベースに共感力高く語れるから例えばこう まあ会社辞めた人とか、例えばこう1回失敗した人とかに、あこの人、きっとこういう気持ちあると思いますよみたいな、失敗に寄り添いながら解説することもできると思うんですよ。はいなんかこの二軸で、なんか1回リハックでちょっと、うん、渡部さん、出れないですかねリハックで、いやいや全然渡部さんと人力車が OK なら、全然お話ししたいですよ、うん。 もう限個かたんです今のその三浦さんプレーに、わ割とカメラクルーは困惑してる、あれ、これやんのみたいな、<laughs> 別番組じゃんみたいになってるけどどうですか渡部さんいや僕はあの本当にあのその今言ってた、まあ、もちろん、ね、ライブのこともそうなんですけど、そういういわゆる解説的なことは、ね、やっていきたいなと思うんで、僕は全然あの、もしリアックさんがよければあの、ご参加させていただきたいなと思いあります。 あぜひ、あの僕も本当、あのまあ、なんかいろいろあって、いきさつは存じ上げてますけど、あのはい、所さん時代には本当にロケで、ロ,ロケで渡部さん、本当に一生懸命やってくださって、本当お世話になりましたし、すすげえ偶然なんですけど、渡部さん、本当、はいはい、にね、この文脈は関係なく、きの、はい、とある打ち合わせをしてて、はい、渡部さんがや,やっぱ、豊洲でも働いてるけど、やっぱ今、かな手を動かして働かれてるじゃないですか、はいはい、という時期 はい、渡部さんに何か執行役員になってほしいって会社があって <laughs> <laughs> ダメダメそんなうまいこと <laughs> そういううまい話はダメ<笑><笑>そういううまい話はもう視聴者のヘイトを買うからダメ <laughs> 執行役員とか,かこれがいいなと思ったのは何かその何、うん、だろうイケイケなとこじゃなくてなんか和菓子屋さんだったんですよええー、で俺ちょっと面白いなと思ったのは渡部さんまあ三浦さんのプランもあるけど、うん、はい 渡部さんってあのい,いろんな企画でも好感度とか別に知ったことじゃないですけど絶対的にグルメだっていうところのブランドは既存してないし本当にそうしたお持ちじゃないですかこれ、うん、そこはまあ本物だと思うんですよね、うん、なのでなんかそのその和菓子屋さんと渡部さん組んだら面白さはとか,なんか執行役員になってたまあそんなにお金をいっぱい払えるかどうか分かんないですけど、はい、ギャラは関係ないですよね渡部さんそれもちろんはい、あのー、執行役になりますち <laughs> ちょっと打ち合わせさせさていいただければはい あでも、田畑さん、はい、和菓子屋はいいいと思いますなんかそんなに給料出てなくてよくて、必死にめちゃくちゃうまい店をあぶく銭で食べてきた下で、でも本当に地道に一個一個の和菓子をおいしく作るために必死にやる渡部さんはありだと思いました、僕。 この話ちょっと雑談が出たのは絶対渡部さんの,この魅力の一番既存されてないところを多分生かせるしいいなと思ったから実現した際には渡部さんちょっと10%ほどフィー抜きますから、ね、<laughs> 出たそんな内側ですね多分それ抜けるほどのフィーの商売になんないと思いますけど <laughs> なんいなんいなんないけど仕事が面白そうだなと思いいですねでも,でもそのちょっと困ってる小さい職人さんのお店をしっかり応援して、うん、こう汗かきながら働くグルメの渡部さんは、うん いいと思いました。いいでしょう。はい、はい。じゃあ、もうもちろんもちろんはい。じゃじゃあのさすがに今やりますあれなに打ち合わせ一回させていただければ。もちろんもちろん。はい。いはい、ぜひぜひ。リハックに打ち合わせ勝手の収録してください。全然ぜひはい行きます。いや高さんありがとうございます。これでね、まあ、どうぞアベマピボットニュースピックスリハックいろんなネット番組でしっかり一生懸命やってる渡部さん出していきたいんで。 おおなるほどなるほどいいですねはいじゃあ打ち合わせやりましょうはいぜひありがとうございますってるはいすみませんあたさんあの本当にいつもお世話になってでありがとうございますとんでもございませんよろしくお願いします一時期よろしくお願いします、はい、じゃあタカさんお忙しい中お電話急にありがとうございますすみませんいいいいありがとうございますまたすいません急にはいまたご連絡しますありがとうございますすみません失礼します,すうまくやってる感がダメって言ってる特に とんでもなく上手くやってる感が演出される <laughs> 電話一本で執行役員ですよ決まりかけてましたよし決まりかけてますよ和菓子職人見習い <laughs> そっちですね和菓子職人はまた書き始めちゃって。これもやりましょう <laughs> 200区で和菓子職人見習いもやっていくという<笑><笑> こともやっていきましょう企画として、はい、下は一流なのに、はい、和菓子作るのは不器用で大変でも、はい、頑張るぞっていうところを見せていくっていうのをやっていこう <laughs> わかりました芸人ライブ、はい、生身のライブ、はい、ネット番組でしっかり解説をや,、うん、やりながらエモーションも伝えていく、はいうん、そしてまずはリハックで和菓子職人見習い <laughs> 俺どんなリブランディングですかこれもう ごごちちゃゃ頭でいやいやでもすごいシンプルですよ一番シンプルなのはやっぱりシンプルなのは失敗を大切にこれ忘れちゃだめなんですよ失敗を大切にしながらバネにする芸人これが本道です芸人プラス解説役はいここまでは分かりますよで最初はネット番組からはい これの中に和菓子になる急に最後入ってるっていう。あ,あ、急に最後和菓子が入ってきちゃった、はい、なるほど、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、和田さん、うん、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。まあ、本当にあの貴重なここまでこう言ってくれるたる方もいないので、貴重な経験となんか新たなこと、なんかあの自分で気づきのなかった部分があるので、はい、ちょっとその辺も悔しいにして頑張ります。はい。はい